はい、でも次のプロセス、例えば素質があり、もともとこのエネルギーが強い人がいたとしても、その人の心が汚れていたら、その強いエネルギーによって我々は魔的な世界、あるいは低い霊的世界に引きずり込まれる。よって当然クンダリニヨガをやる場合は心の浄化、心の成熟の修行ってのは大事になって、皆さんもネットとか本とかでクンダリニ症候群とか聞いたことあると思うね。クンダリニヨガとかやってると精神に障害をきたす場合、神経がおかしくなったりとか、いろんなことが起きるんだ、だからクンダリニは危険なんだという言い方をしてたりする。だけどそういう人たち別にそんな大した主義やってるわけだね。でもそんな変な状態になって一体どういうことだ。カイラスをみんなを見るとムドラを毎日1時間以上やるとかなり苦行的なこともやってるわけだけど、クンダリニ症候群的なことは起きたりしない。つまりしっかりと心の浄化のプロセスが組み込まれていれば実際は何の問題もありません。でこの心の修行っては別にそんな大したこと言ってるわけじゃなくて、簡潔に言うと正しい教えを学んで、そして日々燃焼地をして、心の浄化に励む、そして神への帰依、そしてもう一つは神無量心ね、こういったものを抑えてれば、まあ、まず大丈夫です。クンダリヨガ世界に入るときっていうのは、普通の人が使っていない背骨を走る特殊な軌道、スシムナを使うと。物理的にそう説明するのは難しいんですけども、あえて例えで言うならば、ある非常に微細な管がある。その管は不純物を含んでいる液体は通らない、本当の純粋じゃないと通らないような、そんな感じです。我々のエネルギーが不純すぎるので、その特殊な管を通ることができる。よってしっかりと徳を積み、良いエネルギーを増やして、それを行法によって練る。まあ簡単に言うと、はい、いいことしました、いいことしたことによって良いエネルギーが増えました。この功徳、良いエネルギー、これは我々を幸せにするエネルギーです。しかしそれだけでは、例えば皆さんがいいことをしたりして積んだ徳は雑な徳だと考えます。この雑な徳、雑なエネルギーはスシムナとかの下脱の道を通りません。使えないんだ、ね、このままでは使えない。しかしこの雑エネルギーは現世幸福には使えるんです。雑だから現世幸福自体はね。だから皆さんが徳を積めば、当然徳によって幸せになる。お金持ちになったり、人に好かれたり、恋人ができたり、まあある程度の願望成就がなされたり、修行の途上でね、それいうことは起きることがあります。このマニプーラのレベルに来ると、よく願望成就が起きるんだね。ちょっと思ったのが叶ってしまう。私パソコンの学校行ってたんで、二十歳前後の頃にパソコンとかよくいじったりしてて、新しい NEC の9801が出たみたいな話があって、これすげえみたいなとみんなで言ってて、これいいじゃん、これ欲しいねとか話してたら、次の日にプレゼントで届くとかね。そういうのは連続するんでね。いろんなものが現実的に叶ってしまう。でもこれはもちろん危険です。つまりせっかく積んだ徳がそのような雑な現象として現象化されることで、さらにですね、せっかく修行に使おうと思ったのに使えなくなってしまう。でも、もう一回言うよ、このままだと使えない。だからそれは現象的に還元されるしかなくなってしまう。よってなんとかこの雑なやつを、スシムナを通れるくらいに微細な精妙なる徳を変えなきゃいけない。で、その作業が修行です。だから、徳を積んで、気功やったり、ムドラやったり、呼吸法やったり、瞑想やったりすることで、これがちょっと練られてきて、ちょっと使えるようになってきて。つまり気を練る。ヨガのクンバカとかもバンダをして息を止めることによって気を練ってるんですね。気を練るってどういう意味かというと、我々の体の中にはアパーナ、サマーナ、プラーナ、ウダーナ、ビアーナ、この5種類の気が軌道を通ってますよと。正気のあたりから足全体のあたりを覆ってるのがアパーナ、ね、まずクンダリニが実際に目覚め上昇する前にアパーナ、まずこれが上昇するんです。これは例えば食物を消化したものを尿や便として排泄するとか、汗とかもそうですけどね、何か毒素的なものを排泄する力を司っているのがアパーナです。でこれが下腹部から足にかけてあるんですが、これ普段は下にグーッと下がってる気なんだけど、これがグワーッと逆に上昇しだします。でこれが準備としてクンダリニの道を浄化するんですね。つまりこれからクンダリニが登っていかなきゃいけない部分をガーッと浄化します。でこの時に例えば上昇の感覚とか、あとねよくあるの、顔の表面が浄化されてる感覚とかする。でこれをクンダリニと勘違いする人がいるんだけど、これはアパーナ気です。そしてお腹のあたりがサマーナ、気元素とも関係ある消化に関係ある気の流れですね。胸のあたりがプラーナ、プラーナは我々の生命力を体中に行き渡らせる働きがあります。あるいは呼吸とかとも関係があるね。そして頭のあたりがウダーナね、気を上に上げる気ですね。でウダーナが強まってきた一つの象徴として、体が軽くなります。アパーナが強いと体が重くなります。ウダーナが強まると、これは実感的にね、心も体もなんか軽い。でビアーナ全体を覆ってるような気なんですね。はい。で気を練るっていうのは、今言ったアパーナ、サマーナ、プラーナ、排泄、消化、呼吸等にだけ使ってる気、普通だったら普通の生命活動しか使えない気なんだけど、それをバンダ、クンバカによって混ぜ合わせることによって、まるで錬金術のように別の特殊な素晴らしい気を作り出す。つまりしっかりと肛門のバンダを入れることで、アパーナ気を上に向かわせる。でお腹のバンダをしっかりすることで、サマーナ気も上に向かうと。
で喉の真ん中しっかり入れることによってふくらはがきも上に逃げずにぐっと下に圧迫される。それによって圧迫が生じて凝縮によって別のエネルギー体が生じるんですね。でそれがなんとか軌道を通って上がる。これが理想だが、しかしそううまくはいかない。この理想通りできるならば多くの人がクンダリンを達成してるはずです。しかしなかなか達成される。つまりそれだけ実際にはこの我々の持ってるエネルギーを素晴らしい微細なエネルギーに変えて解脱のための軌道を回すことっていうのは難しいの。つまり自力では限界がある。よってここで登場するのがバクティ。バクティヨガとクンダリヨガは非常に相性がいい。しかし実はもうちょっと突っ込んで言うならば、バクティヨガがないとクンダリヨガできません。よほどの天才じゃないからね。だから逆に言うと、皆さんのようにこのバクティという道に出会い、そしてその素晴らしさをある程度理解できる人ってのはとても幸せなんです。だから頭が固くて単純に物理的システムとしてクンダリヨガをやろうとしてもやっぱりちょっと壁があるんですね。でこのバクティの発想っていうのは、打算なき神への帰依信仰を持つことで上から恩寵のエネルギーが注がれるわけですね。これがミソなんです。恩寵が注がれました。恩寵のエネルギーがバーって入ってくる。はい、入ってきました。自分ももともと持っています。自分ももともと持っているエネルギーと入ってきたエネルギーがこう混ざり合うんだよね。でこれをもっと混ぜなきゃいけない。もっと混ぜるのは修行です。つまりこのプロセス、さっきのに1個加わりました。さっきは徳積んで修行して練りましょうと。でも自分でやっただけではなかなかいいのができない。これは私昔うどん粉の例えで言ったことあるんだけど、自分の持ってるうどん粉は非常に質が悪いと。これでなんとか今練ってるんだけど全然美味しいうどんができないと。よって素晴らしいうどん粉を持つ人にちょっと分けてもらう。全部もらったらちょっと悪いから分けてもらう。でも明らかに今自分が持ってるうどん粉とこの分けてもらった素晴らしいうどん粉は質が違う。質が違うからこのままではまだらになってくないとか使えない。よってこれを混ぜるの。混ぜることによってなんとか使えるエネルギーに変えていくんです。効率よく混ぜるには行法、修行が必要だと。修行して気を練る。気を練って気を練って気を練ってそれをそのいただいたエネルギーと混ぜて、まだ不純性があるからなかなか通らないんだけど、なんとかギリギリ通る。でこれによってやっとその人のクンダリニヨガの道を本当の意味で歩むための準備が整うわけですね。